ついてないいんですよねや、思い返せば年あの本当に、だって考えてみ、花粉症にもなったでしょ今年デビュー、そうそう、で、結構細かい嫌なこととかも続いて、結構でかめの嫌なこともあるし、相当でかめの嫌なこともあるし、でもっと思い返せば、今年のお正月、ご祈祷に行くじゃないですか、ご祈祷に行ったとき、これ、言ったかもしれないけど、僕の生まれた年が、 八方塞がりだったんですよなってたねうん、うん、いやなんで八方塞がりってみたいな、うん、田中さんにめちゃくちゃにいじられよってそうそうそう八方塞がり八方塞がりだぞみたいになって、うん、何言ってんすかとか言ってけどまさにそう、ね、でもまだ五方ぐらいしか塞がれてないからあと三方ぐらい塞がれちゃうと思うとまだ秋の陣冬の陣があると思うと <laughs> <laughs> すごい嫌なんだよ三るんじゃないまだ三波ぐらい来るんじゃない 夏のジム終わったとまだ言うても半分でけんなそうそうそうもう嫌でしょでもっと思い出せばっていうかそのちょめちょめの大島とこの話してて八方塞がりんでみたいに言ってたらそういえばあれ今年とかかな社長とたまたまなんか事務所で僕話しててその太田さんが頭ぶつけた時かなで今年事務所そういう災いが続くのよそういう年なのよみたいに言って,てその時は僕 あみたいな <laughs> なんかのんきに過ごしたけど、うん、<laughs> あみたいなそんなにおもろいかお前太田さん頭いやいや太田さん頭ってことなくて次はこう誰かまたなるんじゃない<ー>みたいなういう、ね、またこういうことなるのよで<ー>最後は田中にひどいこと起きるのよとか言ってたから「はっ、うん <laughs> みた田中さんにひどいことが起きるから笑ってたそういうことだよそうエピソードトーク的に笑ってただけで起きろ起きろ違う違う違うよいやいやカッカッカみたいな感じでなっちったらもういやいやそのエピソードトーク的にカッカ言うとるからいやそカッカと言ってわけじゃないよでそしたらまさか自分なわけですからねもうもうですよ まさに発砲塞がりだ,だから信用できるわ明宮はすごいよなちゃんと当たるんだもんだからご祈祷のおかげでこれで済んどんかもしれんよな確かになまあもうそんなん何でも言えますけどね <laughs> でもちょっとお祓いとかもするわまたちゃんと、うん、お祓いはしてないからまあねそのしっかりとしたお祓いとかして、うん、そうねうじゃないともう怖いから、ね、なんかついとんじゃないもうほんまにいやそうだろう そうです考えられないその先々代がだいぶ悪さをしたわけやなしてよお前はだからじいちゃんのこと先々代って言うな <laughs> 別に何もやってないから<の>うちの家業は先祖がやっぱりい,いろんなの背負っとんだってお前してないそのいろいろやっとるだろやってないよ何も倫理に触れるようなことやってないよ <laughs> 僕だけで、そんなやってんの。初代、初代で。井口家の中でも初代だから。これから、いや、これからじゃない、もうここで終わりですから。たやす、す、もう本当に。たやす。いや、井口家は反映していくけど、分かんないけど、反映していくことを祈るけど。もう、このね、悪しき風習、悪しき風習というか。この一代で、一代で築き上げた。その風、エロき風習というか、その。は、もう、たやすよ。もう、これでたやさんとな。でも、しょまあ、ね、この話ばっかりして申し訳ないけど。 正直どういう気持ちなんだろうなと思うの僕がこういうことになって、あいつ、なんでそのチンコの画像を組んでよとか、甘えて気持ち悪いなとか言うでしょ、みんなはどうなのっていう、ちょっとその、ちょっとあると思うよ。いやいや、本当や本当に貧困法制のやつもいるから、正直、僕もナイーブになってるから分かるんだよな。 あこいつは本当にやましいことはなさそうだとか、うん、お前はそうかねみたいなやつとかそのいるわけですからねまあそうそうそうまあみんないろいろ思うとかあるだろうけどあんなあのあんなメールのやり取りはだってねやりますからねま,まあまあ分かんないここ2人が特に変だったらいやいやもう <laughs> きついけど分かんないけどねあ<ー>まあそれはもうまあしょうがないそういうあ<ー>これからもう切り替えるしかない切り替えてね うん、いやだから風俗とか、風俗とか本当に僕、そう、僕もあんまり風俗がそれの反動というか、そっちの興奮をそっちに持ってっちゃったっていうだから風俗でそういうのを処理できる人はええよな、行<の>く手間と,お金,とお金がもったいないと思っちゃうんですよね,なんかねでもやっぱお金もあるけど、だなんか、冷たいがと思っちゃう、そ,<の>そんなことないのかもしれないけど。 勝手にそうう思っっちゃてる一緒に寝たりしたいが終わったと <laughs> それはもう違うじゃん僕のメールとは違うじゃんじゃあ僕はどっちみち一緒には寝れないよ虚無感しかないよそういう意味ではいやそのもしいや風俗だったら寝れんわけじゃんキッチンタイマーが鳴るからね <laughs> いや言ってるじゃねえかよ結構じゃ <laughs> いや数えるほどしかないほんまに僕もそんなにくまあねここ確かにその話は聞かないですからねやっぱりねそこで満足できる人になりたかったよなわかる うん、その、そういう人になりたかったし、うん、なんかもっとこよなく AV とかをね、愛する人になりたかったな、ねうん、こんな惨めなことになっちゃうぐらいなら、だら僕の性癖はそういう意味ではそっちなんだなっていうのは、あるなまあ愛が深いっていや、いい言い,い方ですけどね。 心のつながりみたいなことで興奮するんだよな。そういうこと、そういうこと。そうそうそう、お前がいいこと言ったし、それに返して僕もいいこと返したわ、今。<ー> <laughs> そうそう、愛が深いがゆえに、心のつながりで興奮するんだよ。それ言いたかったな。たたな心を通わせたいんですよそうそうそう、<laughs> <laughs> 本当そう。で、<な>それが結果、興奮の方に行くというか、うん、心が通ってないから。 ま、興奮できない部分が結構あってねだからそう風俗でちょっと冷めちゃうとこがあるんですね深井そ,そうそうそこなんだよなうん。深井<そ>、まあ、しっかり出すんだけどな <laughs> いやいいよ別に深 <laughs> 行ったら行ったでいいよ深行ったら行ったで行くけどなもういいよ <laughs> <laughs> 最低だよ本当にでチャンネル登録してくださいねじゃねえよ <laughs> 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 いやでも本当にちょっと今年運勢本当に当たってたというか今どんどん思い出したんだ八方塞だったことをねまだあると思ったら嫌ですね深だからちょっとお笑いとか言ってきますうん 平日毎日毎口を更新していますウエストランド井口の口。